高松市で実行委員会の第1回総会が開かれ、基本計画案が示されました。計画では開催日は2026年3月15日で、コースは高松市の県立アリーナ周辺をスタート、中央通りを南下するなどして綾川町で折り返し、県立アリーナがフィニッシュとなる 42.195 キロを想定しています。起伏を最小限に抑え、走りやすく瀬戸内海や栗林公園、さぬき平野など香川の魅力や自然が満喫できるコースになるということで、参加は1万人規模、日本陸連公認の大会を目指します。県では今年度中にさらに具体的な実施計画を策定する予定です。